如果你唔識得我隔離呢一位係邊個咧，其實你大可以識咗我哋個 channel 噶啦。因為點解？佢係我日本殿堂級 Drift King 土屋圭士先生。喺呢一度 ，thank you，thank you。嗱，其實我哋大家都好多車迷都想知道，其實土屋先生喺賽車生涯退役咗之後咧，佢平時有啲咩做嘅咧？我哋等土屋先生講解一下先。もう現役を辞めて。今やってることはそのドリフトのドライバーとレーシングドライバーを世界で通用するようなドライバーを育てようとしてます。近年咧，我哋都感覺得到咧，其實日本啲大車廠咧都出少咗好多跑車嘅。咁其實究竟日本人會唔會對年輕嘅一族咧，會唔會對呢個跑車嘅熱情減少咗咧？昔はあの日本車がたくさんあったんですね。ホンダ、トヨタ、日産。いろんなスポーツカーを出していたんですけれども、それに対していろんなチューニングショップがいろんなチューニングをしてくれたんですけど、今はもう車が日本だと86とマツダ、日産の Z ぐらいしかないので、日本のマーケットとしては小さくはなってますけど、改造範囲はどんどんやっぱりこうレベルアップしてます。咁喺近年嘅跑車之中咧，土屋先生，你有冇啲邊一幾架特別有印象深刻，覺得佢係比較出眾嘅咧？今日本では、まあ売っているのが売っててすごくポピュラーなのが86ですね、トヨタの。トヨタの86だと、まあ若者も変えて、そこからこう少しずつチューニングしていく。だから今一番日本も世界的にポピュラーなのは86です。土先生，近年世界各地好多车迷都想 keep 翻一啲90年代嘅跑车，日本嘅跑车。你自己又中唔中意日本嘅跑车？90年代嘅？古い車は古い車で味があるんですね。で、古い車の方がやっぱりチューニングパーツがたくさんある。新しい車だとまだ古い車に比べてその新しいパーツはそんなにたくさんはない。だからやっぱり。古い車の方がチューニングしていく面白さはあります。土先生，我哋知道你咧，2018年咧就舉辦咗一個 drift 嘅賽事，就叫做 Drift Kingdom。咁就我想請問下你，究竟會唔會喺香港或者中國方面咧去舉辦呢個賽事？今年の目標といいますか、今年は、昨年までやっていたドリフトマッスルを名前を変えてドリフトキングダムというイベントを。日本だけでやります。まあ活動としてはそのドリフトキングダムと僕がやってる全日本スーパー GT というレース、この2つが多分メインになってくると思います。嗱，我哋好多谢土屋先生咧，受我哋今次嘅访问。嚟紧希望土屋先生搞嗰两场赛事，Drift Kingdom 同埋 Super GT 都会有一个好嘅成绩。多谢土屋先生。多谢。Thank you，Thank you。現地タイオープンカー